ノーベルハウントという、まあ、バンド名なんですけど、こちらの由来なんていうのは。由来はですね、ノーベルっていうのが、その普通は小説って意味なんですけど、その僕らの意味では斬新なっていう意味を使っています。で、ハウントっていうのが、そのたまり場っていう意味で、僕ら、斬新なたまり場っていう意味で使ってます。なんとなんか知的な感じですね、今。小説とか、なんだらかんだらとか。ドラムとギターと僕が中学時代にバスケやってて、で、初めそういうたまり場があって、なるで、ほど。次に高校生になった時に新しい、またなんかこんな斬新なたまり場を作ってみようってことで、バスケからバンドになったのはどういうきっかけですか？ビーズが大好きでした。大好きでした。ビーズが大好きで、そのバスケとかやってる時に試合前とかよくビーズとかそういうロックな感じ聞いてて、なんかこうイメージを高めるじゃそうでないすよですね。けど、そんな感じの。で、松本さんに憧れてギターを始めそして彼ました。だからにです、引きつもう。られて皆さん集まった感じですかね。なんかシーンみたいな、おとなしいバンドですね。この 歌はあんなに激しいのに。後ろではちょっとやってますね。皆さん喉の調子とかも大丈夫ですか？水持ってくるの忘れちゃったんで。リハーサルではばっちり水は持っていたんですけれども、本番で忘れるという、まあちょっと可愛らしい一面もあるというね。今後活動とかはやるんですか、ライブの。夏休みにまた他のオーディション受けるんですけど、ミュージックレボリューションとか、そういうオーディションがあって、そういうのを受けたりします。夏に夏に。もう一度他のオーディションを受けると。で、夏が終わったらまた他のゲットインのライブをやろうと思ってます。じゃあこれからバンバン活動していくということですね。プロを目指して。ふふって笑われてしまいました。まあそんな質問コーナーもちょっと一旦終わりにして、次の曲も皆さん待ってるかと思いますので、次の曲お願いしていいですかね。